サマーインターンダメだったら本選考に響きますか。元人事なんでより言いやすいんですよね。どうもこんにちは、春ダイアリーメンバーのバラマツです。今日はですね、第2弾の人事にぶっちゃけ企画です。イエイ。諏訪さんには前回も人事にぶっちゃけ企画っていうことで質問をさせていただきました。今回もまた聞きたいことを実際の就活生に持ってきてもらったので、とことん聞きまくっていただこうと思います。ということでお二人自己紹介お願いします。明治大学3年の田中と申します。よろしくお願いします。東京大学英語学科3年の高橋鈴香です。今回は本音で全てお答えいただければと。あ、もちろん。ただ 僕人事というよりは元人事なんで、はい、より言いやすいんですよね。会社所属してたらなかなか言えないんですけど、今コンサルティングで実際の人事とかだと今もね接してたりとかするので生々しい話はできると思います。よろしくお願いします。早速1問目から聞きたいけど直接聞けないよっていうものを持ってきてもらったので、すずさんお願いします。じゃあ行きます。学歴で落とされることってありますか。今まで OB/OG 訪問する中で面接は学歴じゃないよ、いくらでも練習すれば通るよって聞いたんですけど、 ES は学歴の足切るのためにあるんだよっていうふうに言われたんですね。 ES で学歴で落とされることってあるのかをお聞きしたいです。基本ないと思います。ない。めっちゃ悪いところは ES をそのように使ってるところもあるかもしれないですけど、私が見てるクライアントとか私自身が所属したところで学歴を理由に落とすところっていうのはないです。逆なんですよ。学歴で上げるところはあるんですよ。でここ以上だったら ES 見ずにとりあえず上げるっていう、これはあります。毎日あるとすればそれはもう超人気よ。ただ学歴だけ見て判断するってことは基本ないと思いますけどね。ちなみにその LINE とかってどこ以上だったらほぼ 100% 通るけどっていうのはありますか。日系大手とか人気企業みたいなところで言うと段階がいくつかあるんですけど、旧帝大プラス総計の理系、ここでまず1回線引きがあることが多い、はい、総計分文系の上智、ここで1個また線が入る。でまあ、いわゆる G マーチ、感化同率が同じぐらいですかねっていう風な感じで、会社の人気度とかどれぐらいの人が集まるかによってどのラインまでかっていうのは会社によって違うって感じで、今いくつか溝があったじゃないですか。そのどれかをこう選んでいくっていうようなケースがほとんどですね。残った中で勝ち抜くためにはどうすればいいんですか。それはもう王道で、例えば意見だけじゃなくて事実ベースで情報を伝えなきゃ信憑性が薄い情報になっちゃうんで分からないから落ちるとかね、 ES で必要なことをちゃんとやるしかないですよね。ということで諏訪さんは学歴は関係ないっていう主張だったんですけれども、今回ですね偶然学歴に厳しい方が近くにいらっしゃいましてお呼びさせていただきたいと思います。池上さんよろしくお願いします。いやいや学歴は関係ないですよ、表向きには。池上さんのご経験の中で実際でも学歴関係あったなって思うかどうかっていうところを教えていただきたいです。まあ、会社とか業界によると思うんですよね。コンサルティング業界とかは学歴っていうのは関係あった傾向にあったかな。大きな傾向としては最近やっぱりそこもダイバーシティが求められるようになってきて、やっぱりいろんな学歴の人がいるように昔に比べたらなってきますし、それで書類で切ってるかどうかはちょっと分かんないですけど、私が入った頃とかはほぼほぼ東京大学か京都大学の人しかいなかったので、私みたいに私立で入るとカラオケとかでモノマネを頑張らないといけないみたいな別のところで何かでバリューを出さないとでもまあそれはそれでそちら得意だったりも、ね、するところもあるか、だから自分の長所を生かせばいいっていうだけの話だとは思います。学歴関係あるって言われるかと思いきや気にするほどではないというか、気にしてもしょうがないからっていうのはありますよ ね。本当になんかそういうところの人が受かる確率が高い業界に行くんなら受け直せばいいじゃないですか。別に今大学辞めて東京大学受験すればいいと思うんですよ。その難易度と超名門一流企業に入る難易度となんかどのルートが一番簡単かっていう話だから、すっごい崖を登ってもいいし、なんかまあ5年遠回りになっちゃうけど、まあ、大学受験からもう一回回ってもいいし、まあ、それも大変だと思いますけど、それはプロ野球選手だって何だってそういう山を登って最後にたどり着いてるわけだから、どの山から登っても、まあ、それはそれで自分が選んだ道だから、それをなんか悔やんだり文句言っててもどん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 企業は建前と本音が分かれちゃうだけだから
あんまり文句言ってもしょうがないじゃないかっていう。次の気になる質問に参りたいと思います、はい、田中くんお願いします。僕はこちらです。エントリーシートについての質問なんですけど、ガクチカには数字を入れた方がいいですかという質問になります。もう一つが、強いガクチカってぶっちゃけどういうテーマがあるんですかっていうところで、数字がとにかく大きいものなのか、スポーツなのか、バイトなのか、インターンなのか、そこのどういうものが強いガクチカなのかっていう2点をお聞きしたいです。数字が必要というよりは具体化が必要っていうだけで、別に数字じゃなくてもいいと思いますけどね。なぜかというと、学生さんにとっての分かりやすいってことと、面接する側にとっての分かりやすいっていうのは違うと。学生さんにとってはなんか端的にとか、意味が一義的になるようにとか、結論ファーストとか、こういうのばっかり指導されたりもしますよね。それどっちでもよくって、面接する側はイメージできるかってことが大事なんですよね。学生時代に力を入れてきたことっていうのをシーンがイメージできて、ああなるほど、そんなことやってきたんだっていうふうに思えることっていうのがすごく大事なだけであって、それが満たされてるんであれば数字でもいいし、イメージってことで言ったら、例えば固有名詞の力もすごいですよね。東京駅のスターバックスで働いてたって言ったら、なんかイメージができたりとかするじゃないですか。何でもいいと思うんですね。レベル感を表しやすいっていう意味においては数字は大事で、特にレベル感が大事なのは最終面接とか後の方になってくればくるほど、みんないい人なんで、レベル感勝負になってくるんですよ。そこの勝負になってくる意味で言うと、数字っていうのは効いてくるのでいいんじゃないでしょうか。本質としては、一番は面接官が理解できること、ちゃんと具体的に想像できること、イメージできる、イメージ、理解っていうと、例えばシンプルなことで、はい、私は飲食店でアルバイトをして、ホールスタッフやってました、これ理解できますよね。勝手なイメージはできますよ。その情報だけで何かすごく具体的な情報はイメージできないですよね。分かりにくい話だっていうふうに思った方がいいですね。 ES 一行目しか読まれないって本当です。気になります。1行目しか見ないんじゃなくて、確かに流し読みはすると思うんですよ、大量にあった場合ですよね。その場合どういう風に見るかって言ったら、これちょっと半分冗談だけど半分本当なのは、黒っぽいか白っぽいか分かるでしょ。で、何がこれ関係してくれたかというと、漢字の含有率なんですよ。でこれね、研究とかもあって、なんか漢字の含有率が高い方が知的能力が高いみたいな、横文字でもいいんですけど、別に漢語の方が、漢字の熟語とかの方がギュッと情報量が多いじゃないですか。だからこの中の情報量が多いし、漢字たくさん使ってるみたいなのの方が知的能力の相関もあるとかっていうのがあるんで、濃いイエスなのか情報量が薄いイエスなのかっていうのは、これパッと見るんですよね。その後みんな、なんかこうキーワードっぽいものがつまりどういう構成になっているのか、気象転結なのかとか、ここら辺に環境のことが書いてあって、問題が書いてあって、原因が書いてあって、解決策が書いてあって、結果が書いてあるとかって、もうなんかこうちゃんと構成されているのかとか、書いてある内容をまずね、ざっくりと事実が書いてあるところと、単に意見が書いてあるところってバーッと見るんですよ。で、意見が書いてあるところは読み飛ばします。だから私はこういうふうな、どうのこうのって書いてあるのもあるじゃないですか。強みはこうでとか、なんでっていうところはだいたい読み飛ばして、なんでかって言ったら、言うことは簡単なんで、その事実だけ分かっていれば、そこからこう先行する側が解釈して、この人はこういう人なのかな、こういう性格とか能力の人なのかなって判断すればいいだけなんで、っていう読み飛ばし方はすると思うんですけど、1行目っていうのはないと思います。はい、ということで、1行目しか見ないっていうのは嘘でした。斜め読みされることが多いっていうことは、内容ももちろん大事だけど、その構成とかがしっかりしてるかとか、事実がちゃんと筋道立てて話されてるかっていうことが重要だというのは言えます。はい、ということで、サマーインターンが終わったこの時期ならではの質問です。お願いします。こちらです。サマーインターンダメだったら本選考に響きますか。本当に全く関係ないところもあるんですけど、多くは響きます。大手の人気企業とかだったりとかすると、ものすごい倍率ですよね。それをこう選考マンパワーかけてやんなきゃいけないので、一回どっかで選考がされていて、きちんと見ていて不合格がついたっていう人だったら、基本的にはこれ内規としてね、これ外に出ることは多分絶対ないんですけど、内規としてもう落とすって決めてるところは、これはあります。とはいえ沢さん、はい、とはいえそんなサマーインターンダメだったら本選考ダメですって言われても、行きたい時もあるじゃないですか、はい、その企業に。その場合は抜け道というか、その場合でもできることありますか。それは幸運なことにというか、最近採用がどんどん伏線化してるんですね。伏線化っていうのは、いわゆる皆さんの学生さんの側からこう応募があって、それを評価するというか、
これ普通の方じゃないですか。そうじゃなくてリファラル採用とかって言ったりするんですけど、内定者とか社員のネットワークを通じて学生さんを集めて、そこから採用につなげていくっていう流れっていうのも結構あるんですよね。まあ、僕はスカウト型採用って言ってるんですけど、学生さんが受けてジャッジをするっていう方でダメだったとしても、スカウト型の方はちょっと伏線で動いてたりとかして、途中まであんまり情報共有されないで動くこと多いんですよ。 OBOG 訪問でいやめっちゃいいやついてですねというふうに OBOG にね探してこいって命令が言ってるわけなんですけど、彼らが見つけてきて、例えばそれこそ高橋さんにこんな人いい人がいるんですっていうふうに高橋さんを言ったら、あれこの人サマーインターンで落ちてるよ、一時であいつが落としてるみたいな、面接官の誰々が推薦してくれてるこの OB のあるいは OG の方の方の信頼が強かったら、まあ、これはもう無視してちょっと本線を上げとくかとか、こんなんてよくある話なんですよね。本当にその会社に行きたかったら自分から諦めてチャンスを掴み取る。 OB OG 訪問をして企業側から見たらリファラル採用をやってる、この波に乗るっていうか、どっかで捕まえるっていうのは全然あり得ます。ということで、はい、今回はとことん現実的な点も教えていただきました。もし今見てる方でもっとこういう質問、実際に面接では聞けないけど聞きたいっていうのがありましたら、ぜひコメント欄で教えていただきたいと思います。その際はぜひまた諏訪さんにお願いをして第3弾もやろうと思います。ということで本日は皆さんありがとうございました。ありがとうございました。就活会議との自己分析ツール第2弾をリリースしました。約3分間で自分の性格、向いている職種、選考対策が分かります。下の概要欄からぜひチェックしてみてください。旬ダイアリーではキャリアの選択肢を増やし、踏み出す一歩を応援するようなコンテンツを出していきます。よかったらチャンネル登録をお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。